みどりへ。今日からお弁当をパパが作ります。彼女の手作り弁当夢だった。本当？うん。へえ、大津さん弁当作ってんすか。うん、すごいっすね。パパが作る？作るならちゃんと作ってよ。覚えたての鏡の一生くっさないね。高生のお弁当っていうのはね、もう可愛くなくちゃダメなの。今日の弁当期待しててな。パパのお弁当は世界一。